ではご登場いただきましょう。どうぞ。お願いします。もうね、本当に本当にすいません。もうすいません、本当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 すいません、もう邪魔します。どうもみんな、おやっと会えたね。カオリンだよ。やったー。ようこそいらっしゃいました。お邪魔します。お邪魔します。なんか大事なね時だったのにすいません。大事な時じゃん。大事ななんかプレゼントが想像以上にグダグダですよ。そうですよ。すいません、しょうもない金曜日ということでね、はい、まだまだお座りいただきまして、水曜日なんですけどね。金曜日じゃない。金曜日じゃないんですよ。なんつ今今日金曜日って言ったんですよ。今日金曜日じゃないの。違う、水曜日ですよ。水曜日なの今日。早く飲まなきゃ。というわけでね、今日そうかね。そうなんです、水曜日なんです。いいじゃん、歌と歌と、はい、ショ歌とショ歌ろうと気づいちゃいました。3歌で、うわー、イエーイ。歌とショ歌とショ歌ろう。すいませんね、本当に。まあ、今夜、夏子さんはですね、絶賛公開中の映画ワンピースフィルムレッドの告知で来てくださったんですよ ね、 ね、もう、はい、今さら告知も何もあったもんじゃないぐらい今もね、大ヒット上映中でございますけれどもね。で、はい、なんか、うん、あれでしょ、なんかいろいろちょっといろんな解禁ものもあるんでしょ。そうなんです、はい、映画のですね公式 SNS でアナウンスがありましたが、うん、私演じる歌というキャラクターのですね、はい、絵描き歌が描き歌、はい、なんと宇宙初解禁ということで、はい、それがこちらの番組で、なんと、はい、解禁させていただきます。いいんですか。そうなんですよ、原作者の小田栄一郎先生がですね直筆、はい、そしてですね、歌手の Ado さんが歌唱しているという、超豪華な絵描き歌になっております。あ、それをすごい、なんて贅沢な絵描き歌、素晴らしいですね、はい、まだどこにも出てないの で、 ですよ、ね、今日この番組で、はい、初公開ということで、 なんですよ、間違えてませんか場所。大丈夫。それこそなんかこう今までやっぱりこうなんていうんですかね、娘が上の子が小学生なんですけど、なんか小学校の友達も今まで出てるアニメもこう見てくれてる子もいっぱいいたんですけど、やっぱワンピースってなったらもうほぼ全員が知ってくれてるじゃないですけど、ついこの間運動会があった時にもういろんな人から、あ、歌だ歌だみたいな、あ、なるよね、感じで、そうですね、いただけて、なんかこう子供たちにもこういっぱい知ってもらえたりだとか、やっぱりね、なんかこう間近でたくさんの方が見てくれてるんだなっていうのがすごくひしひしと伝わってきましたね。もうあれだ、うち娘5歳だけど、もうほんとさっきもさ、一回俺家に帰った時にもうその時新時代ずっと聞いてて、あの俺は一緒に行かなかったんで見に行ったらしいんですよ、映画を、はいはいはい、そうだけど、あのパパの声分かんなかったって言われて、めちゃめちゃ出てるじゃないですか。いやだけどちょっとやっぱなんか結構ね、なんかふわーってやってるから、ガルトの面は、うんうんうん、で信じてくんない娘、パパもあれやってんだよっつっても全然信じてくんなくて、パパいなかったよって言われて、それもまたなんか微笑ましいですね。悲しいよ。やってんだいって言ってんのに。なんか俺はまあもちろんあの台本をね最初読んでストーリーは、はい、まあ把握した上で、うん、で劇場完成したやつを劇場で普通にプライベートで見に行った時に、まあストーリーは分かってるんだけど、うん、やっぱそこで夏香ちゃんとかの皆さんの声が入ってたり、うん、あとやっぱ音楽と合わさって、うん、そのなんか歌詞とかもなんかいろいろストーリーとともに、その歌ってる割れてる歌詞とかも含めて、その台本で読んだ時以上のなんかやっぱ衝撃っていうか感動があってさ、分かってんのにだよね、うんうん、だから本当そういった意味でサウンドも迫力あり、音楽もすごく、その本当ライブシーンとかもいいから、うん、劇場で見てもらいたいなっていうのがありましたね。いや今回特にその、うん、やっぱり音楽を実はこの公開前から少しずつ、うん、あのアップされていて、あの PV と一緒に歌だけ聴ける状態から始まって、うん、あの実際映画の公開を迎えたんですけど、最初だからこう歌だけ聴いていて、もちろん曲も素晴らしいんでそれだけで十分楽しめるんですけど、あの実際その映画を見ていただくと、うん、またその歌詞の意味とかがすごくよく伝わって、またね聴き返すと違う歌う印象に歌が聞こえてきて、二度こう楽しめるっていう。それで、はい、そうなると、うん、歌という人がね、あの今回また、まあ、歌も含めてございますが、はい、どんなこう、はい、キャラクターがいるか、はい、改めて
ご紹介いただけますか。はい、紹介させていただきます。まずはでは歌から。はい、はい、歌はですね、CV が私が、やらせていただいておりまして、歌唱パート、はい、アドさんが、はい、歌ってくださっておりまして、四皇赤髪のシャンクスの娘で世界の歌姫という役柄ですね。はい、このシャンクスの娘でっていうところはこう劇場始まって映画が始まってライブが開始されたところで、こう皆さんにね、知れ渡るっていう ね衝撃をこう周りもみんなが受けるっていうところが始まるんですけど、ね、これ実際公開前もこの情報は上がっていたので、うん、はいはい、やっぱりこう見る前の段階でも、うん、結構こう今までねワンピースを見てくださった方は、ね、騒然としたよね。そう、って娘みたいな、うん、いやそうですよね、うんうん、いや私も実際このオーディションを受けさせていただく時もこの資料いただいてめちゃめちゃびっくりしましたし、はい、いたのと。そう、そういうことだよねみんな、はい、そうなんですよね、はい、そして、はい、今回映画でもう一人、うん、ゴードンというキャラクターがいるんですけれども、津田健さんがやってですね、はい、津田健さんが声をやってくださってまして、うん、音楽の島エレジアに住み、歌の過去を知る謎の人物、うん、はい、とてもキーになっている、ね、役柄なのでぜひこの、ゴードンにも注目していただけたらと思っております。はい、はい、そしてですね、もう皆さんね、ご存知かと思いますが、シャンクス、はい、はい、新世界に君臨する四皇の一角、航海の途中立ち寄った風車村で幼いルフィと出会い麦わら帽子を託した人物となっておりますね。はい、そしてですね、うん、主人公モンキー D ルフィ、はい、麦わらの一味の船長でゴムゴムの実の能力者、はい、はい、今回ねまたオリジナルの衣装で、そうですね、はい、これもまたとっても素敵ですよね。みんなね麦わら一味みんなちょっとそういう意味で衣装が ね、そうですよね、映画ならではの、ならではの、はい、そうなんです。衣装にもぜひ注目していただけたらと思います。はい、そして、森久保祥太郎さん入れてくれますか。私もはい、これはもうあれじゃないですか、森久保さんがご紹介してくださったのが。あ、そうですか、ね、お願いします。ありがとうございます。ここのラインナップでこうやって、はい、紹介させていただく、はい、バルトロメオと言います。はい、はい、もうルフィというかもう麦わらの一味のしもべでございます。もう本当にバリバリの実の能力ってね、こうバリアをする能力を持ってるんですけど、とにかくまあルフィさんが大好きでですね、もともと暗黒街のボスだったんですけど、そこからまあ海賊になって、はい、ルフィ先輩っつってもう大好きなんですね。ラジコちゃん、ラジコちゃん見てる、この人よ、うん、パパだよ、パパだよじゃねえパパだよ。そう、でも今回も劇場も出させてもらって嬉しかったですわ。大活躍ですもんね。まあまあまあそうですね、一応もう本当にもうルフィ先輩麦わらの一味のためならというどこでも駆けつけるぞという感じでございますけれども、はい、ありがとうございますね。あんな歌って、そうだ、あんな衣装着てたんだ。そう、やっぱりファッションもね、めちゃくちゃ可愛くて、可愛いですよね、世界の歌姫であり、そしてもうファッションリーダーですよね今の ね、でも実は私服がちょっとダサいっていうのが、あ、本人はそんなに悩んでないんですけど、周りからは突っ込まれてるっていう可愛い、そこも設定もあったりして、私服がダサいっていうね。そうなんですよ。そして演じる上で、苦労したシーンなどありますか？そうですね、冒頭部分がやっぱりライブシーンなので、こう1対1の会話ではなく、オーディエンスに向かって常に喋らなきゃいけなかったりっていうので、結構思っていた以上に体力消耗しました。やっぱこう本当にライブをやっている感覚というか、そうか、自分自身がアーティスト活動を全くしてないので、こう見に行くことはあって、皆さん本当にすごい体力だなっていつも思うんですけど、やっぱ実際やってみてものすごい疲れましたね。こう歌だけではなく、やっぱこうね、トークでこうみんなを常に引きつけながら次の曲へつないでいくっていうパワーっていうのは、なんか今までこう体験したことのないアフレコだったなって思いました。これさ、ちょっと企業秘密だったらお答え難しくていいんですけど、はい、いわゆる歌唱の部分がアドさんで、はい、でセリフの部分がなずかちゃんなわけじゃないですか、はい、その要するになんかすり合わせみたいのっていうのはあったの？あ、
そうですね、監督とはすごくそこの部分はやっぱり話していて、うん、実は実際に収録する前段階で一人でリハ監督と、うん、あとは小田先生に聞いていただくためのデモテープを取るリハを、はい、しまして、いろんなパターンの声色でこう、うん、セリフを言って、ああそうなんだ、はい、うん、そうですね、どういう感じでまずその主戦を行こうかっていうところと、うんうん、やっぱりその歌の導入部分では、うん、歌に入る時の音と、うん、終わってから一言目のセリフの音をこうすり合わせていくっていう作業は、実際本番の収録の時もすごく細かくやりました。なるほど、じゃあ割とそのもうアドさんの先に歌ありきなとこに、あ、そうです、キャラクター性をよりみたいな、はい、変な話、アドさんはこうその歌としてのキャラクター、いやほらね、僕らもキャラクターソングっていうのはキャラクターに寄せて歌うってあるけど、なんか普段ご自身の歌唱とは違って、なんかそういうのあったのかな。そうですね、アドさんにも私と同じように、うん、歌の資料を渡し、じゃあ相互でやってんだ、はい、そうです、はい、でアドさんの方もやっぱり小田先生と監督と一緒にこう打ち合わせをして、うん、どういう風な、うん、やり方をしようかっていう、こういうキャラクターだっていうやり取りがあって、アドさんもやっぱり歌い方を少し普段とは、やっぱり、はい、変えて、その歌らしくするにはとか、うん、この歌の時はどういう気持ちで歌っているかっていうのをすごくこう、はい、重視して歌ってくださってますね。いや、すごいね、やっぱたくさんの時間とたくさんの愛が詰め込まれて、うん、だから本当に歌っていう存在が、それこそさっきお話ししたみたいに、ルフィと昔出会っていて幼馴染だっていうところからのスタートなので、本来はもうなんかそこがこうあった上で今までずっと物語があるじゃないですか。だから真由美さんもなんか最初やっぱりこう台本をいただいた時にものすごく驚いて、どうしようって、やっぱり自分は今までこうルフィをやっていく上で歌という存在をない状態で来てたのに、これ急になんか歌だろうってこう入れるのかって、あ、そうね、そういう、まあ、ぶっちゃけそういうシーンがありますからね、心配をしていたって、その取材でも話されていたんですけど、やっぱこう真由美さんのなんかこうすごいところといいますか、なんか言葉にしたらそれがこう本当になっていくっていう、でこう第一声真由美さんがこうお前歌だろって言った瞬間に、私もなんかスッと自然になんかルフィってこう出れる、なんか今までずっとルフィって言ってきたかのような気持ちになれるっていう、なんかそこは本当にあっという間になんかその世界観に引っ張り込んでくださったっていう感じがあったので、もうこの話だけでも泣けるんですけど、さあお待たせいたしました、いよいよ皆さんお待ちかねの歌の絵描き歌でございますよ。はい、あ、宇宙初解禁のお時間となりました。やった、待ちました。もうもう行く、それそうですよ、皆さん準備はよろしくて、すごいよ、だって今回ね、改めて言いますと、そうですね、宇宙先生の直筆の、そしてアドさんの歌唱ということで、はい、さぞや準備にもねすごい時間とね、かかっているんじゃないかと思いますけれども、絵描き歌をなんで作ろうって思ったのかな。確かにね、どうやらこれがですね、うん、小田先生が遊びで書いた、うん、らしいです、うんうん、まさかのその遊びからですね、うん、皆さんがこうどん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 こうアドさんが歌ってくださったり、すごいよね、はい、魔法だわもう、ね、ま、小田先生が遊びとはいえね、小田先生が書いてくださった時点ですごいなっていう感じ、私たちからするとでもなんかさ、なんですけども、僕ら子供の時って結構あった芸歌き歌って、ね、あんま最近、あ、最近もあんのかな、あんま最近ない、確かにどうなんですかね、どう、で実際に耳にすることは少なかったですよ ね、 うん、だからだってその絵の通りに書ければ、ね、うん、歌が書けるわけでしょ、そうですよ、それはね、いいですよ、明日から書けますから、明日からもう、明日から書けます、ね、これを見たら、そうなんです、歌が書ける、はい、すごい、しかもですね、うん、編曲と演奏はですね、うん、映画の主題歌新時代の作詞作曲編曲を手掛けてくださった中田泰孝さんが、うわーすごすぎる本気出しすぎですよ、ちょっと
歌、プロとプロとプロが本当だよ、ね、はい、作った絵描き歌です、ね、想像がつかないです今の時点で、ね、アドさんが歌う絵描き歌、水森アドさんじゃないんだよね違うよね、水森アドさんじゃないよね、違います、違います、 ADO のアドさんで合ってますよね、このね、新時代のアドさんで、そうですそうです、ね、合ってます、いや、絵描き歌といえば水森アドさんだから、僕ら世代的にはねじゃあそれでは行く、見たい、夏子さん、はい、うん、VTR の振りをお願いできますか、います、はい、宇宙初解禁の歌の絵描き歌、はい、は CM の後です。YouTube で見られるのはここまで、本編全部を見たい方はここのボタンをタッ、アベマプレミアムなら僕たちの限定トークも声優と休み全シリーズも全部見ることができますよ、みんなも一緒に夜遊びしようぜ。